おはようございます。速稼塾の久保です。2013年に私はネットビジネスを初めて始めました。ネットビジネスっていう言葉は何かね、きらびやかな夢のあるような言葉だったんですけども、すぐにそういった妄想というか幻想というかね、思い込みは修正することになりました。それはネットビジネスってのは広告ビジネスと商品ビジネス、通販ビジネス、この2つしかないよっていう風な分類を受けたからなんですよ。そうするとね、すごく明確だなと思ったんですよ。ネットビジネスっていうのはインターネットを通じてこんな商品がありますよっていう風なことを紹介して、そこに注文があったらそれを通販でね、お送りする、そして入金いただくっていう、ジャパネット高田と全く同じことをしていることなんだなということなんですよ。それがジャパネット高田だと、それから一般の通信販売だと、テレビ局にその放送権を持ったりね、 CM を入れないといけないんですけども、それがインターネットっていうのはタダだから誰でも自由にできますよって話なんですよね。これすごくわかりやすいなと思いました。もう一つはメディアビジネスと言いまして、広告ビジネスですよね。人が見たくなるようなブログなり YouTube をずーっとね、作っていって、そこに人が集まりだした、読者さん視聴者さんが集まりだしたら、そこに商品をポンと載して、今回こんな商品ありますよっていうふうに紹介するだけですよね。だから今なんですかね、ガジェット系、機材系の YouTuber さんがやってるのとすごく似てます。新しい iPhone 買いました、これはこういう風な形がいいですよとかね、こういう風な機能がありますよ、リンクから購入してくださいってやると紹介料が入るみたいなね、パターンですよね。非常にわかりやすかったですね。ですので私もね、このインターネットビジネスってのはすごく夢があるというか、今まで私たちが入れなかったテレビとか新聞とか雑誌に広告を載せるっていうね、こういうことだったんですよ。私はずっと商売やってましたけども、最後は麻雀店がね、10年ぐらいあったんですけども、麻雀店って基本的に広告出すのが禁止なんですよ。ギャンブルとか賭博とかっていうね、問題がありますんでね。まあですんで、出すとしたら店名と場所だけしか出せないんで、じゃあどんなことをしてるのかってことが伝えにくいんですよね。だからいくら料金がかかるんですよとかね、営業時間ぐらい載せていいと思いますけども、基本的に数字がなかなか微妙だったんで、非常に苦慮してましたね。でもインターネット上で、ここの麻雀店ははっきり言ってね、お金をかけてますよっていうのも別に言えるわけですよ。なんかすごいでしょ。お金かけてますって言えるんですよ。まあその後どうなるかわかりませんけどね、黒川さんみたいなことになるかもしれませんけども、ただね、インターネットで自分の麻雀店とか飲食店を紹介するのはお金かかんないじゃないですか。で、いきなりは人が集まんないですよ。でもずーっとやることによって人がたくさん集まってくるようなメディアに育てることができるし、2005年前後っていうのは自分のブログを何千万かで売る人が結構出てきたんですけども、それはね、人気のブログを作って、例えば子育てのブログとか、自転車の乗り方のブログとか、なんかのね、商品を細かく説明したようなね、ブログとかね、こういうふうな。あと、クレジットカードの特徴とかを書いたブログとかがあるんですよ。そこにアクセスが集まったら、じゃあ、1ヶ月で10万アクセス集まってるこのブログを買ってくださいって形で、大手の企業とかにね、売るってことができるんですよ。大手企業は、ブログがもうアクセスがある状態で買えるんで、すごく効率的に商売を続けることができるよねってことですよね。まあ、その中で私が特徴的だったのが、YouTube っていう動画投稿サイトが、なんかね、数百億ぐらいで売れたのか、ちょっと値段忘れましたけどもね。なんか Google って会社に買収されたって話ですよね。動画投稿サイトを作ったそのサイトが、そんな金額ですごい売れるの?みたいなね。あ、だったら先にやっときゃよかったみたいな感じだったんですけども、それからいろんなね、デイリーモーションとか、その他、Vimeoとかね、いろんな動画サイトができましたけども、やっぱり YouTube がね、最強になっちゃいましたよね。まあそういった形で私のインターネットビジネスのスタートっていうのは、非常にわかりやすくその仕組みを教えてくださった方のおかげで抵抗なく取り組めたってことなんですよ。要するにインターネットビジネスって言っても、リアルビジネスと全くイコールなんですよ。じゃあリアルビジネスでやってることって何かなって言ったら、足しげく通ってお客様に会って商品の説明をして、クロージングって言って契約しましょうっていうふうに進めることなんですよね。商品を買ってください、お金をくださいっていうふうに言うことなんですよね。ということは、私はね、そっからごく当たり前のことをやってきました。一人一人の人に会って、商品の紹介をして、値段を言うと。これを繰り返すだけなんですよ。で、その商品を買ったら、あなたはどういうふうに変わるんですかってことをちゃんと説明するとかね。そしたら、その商品が、この金額に合致してると思った人は購入していただけますし、いや、そのサービスだったらこの金額払えないよねって方は買わないですしね。いろんな捉え方あるんですよ。お金にちょっと余裕がある方は、安いねって買うと思いますし、お金にちょっとね、余裕がない方は、分割でいいですかって話にもなると思います。で、あとは対応すればいいだけなんでね。だからこれを繰り返すことによって、私は商売がぐっと前に進みました。確かにね、マーケット的に売りにくいマーケット、売りにくい商品ってあるんですよ。で、売りやすい商品、売りやすいマーケットってあるんですよ。
例えば今ね、蛍光灯の蛍光管ってたくさん売れるかな？もっと言ったら、ポケベルって売れますかっていうね、例をよく出すんですけど、ポケベル今一生懸命誠実にやったら売れないでしょ。ね、ポケベルの機械が、じゃあ1台なんと1500円ですって言っても、安いんですけどいらないでしょ。ガラクタになるだけなんで。それよりも、スマホが5万円ですって言った方が売れるんですよ。ね。金額じゃないんですよ。その便利さとかユーザビリティがちゃんとあるか、それはニーズをマッチしてるかってことだと思うんですよね。で、未だにそうなんですけども、YouTube でアクセスを稼ぐ方法とか、YouTube の動画の編集の仕方とかっていうものはニーズがすごくあるんですよね。それに比べるとちょっとね、ブログの上手な書き方とかコピーライティングっていうのは、もしかしたら人気ないかもしれませんね。うん、でも突き詰めればね、インターネットで稼ぐ、商売で稼ぐってことは、やり続けてコツを自分なりに掴んでいくっていうところから逃れられないんですよ。まあですんで、リアルビジネスとインターネットビジネスってよく比較されますけども、リアルビジネスはね、給料が初月からもらえるんでそこが分かりにくいんですけども、はっきり言って最初の数年間っていうのは会社が投資してくれてるんですよ。稼げない人にお金をあげるから早く勉強して育ってねっていうふうに期待してるんですよね。その辺も考えると、いやこっちの商売は給料安いけども初月からもらえるからねっていうのが大きな間違いだってことに気づかないといけないんですよね。商売っていうのは素人でやってるわけですから、最初から。最初からお金稼げるわけないんですよ。だって新入社員で入って契約を一件も稼がない1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月目に契約一件も取ってないのに基本給出るじゃないですか。でもずっとキャリアを重ねていってその会社で頑張ってね、生き残っていくと、やっぱ契約件数でどんどん上がっていくんですよね。そうじゃないとその会社いられないですから。でそうなってくると、まあ毎月ね、20件、30件取れるようになると、成績優秀者にもなったりもすると思いますし、給料も上がります。そしてその給料、もらうべき給料の一部を新人の教育費にこう分割されていくわけですよね。そうやって組織ってお互いに助け合いとかね、いろんな形で助け合う、支え合う形でできてると思います。インターネットビジネスはたった一人ですから、自分が稼げなかった分、先輩が補填してくれるってことはありません。これ考えてみれば当たり前のことですよね。だって自分の商売やってるわけですよ。自分の喫茶店とかをやってて、飲食店をやってて、なんか営業が足りなかったから、ちょっとお客さん入んなかったよ。ってどっかからお金降ってきますかってことですよね。ただやるだけ。インターネットビジネスってのは本当に正直な商売がそのまま等身大で出てるだけなんで、1億円稼げる人は1億円ね、入金されますし、稼げない人はいつまで経っても稼げないですし。ただね、やることって単純なんですよ。一人一人の人にお会いして、きちんとね、気持ちを伝えているかとか、そしてその人の気持ちを汲んでいるかってことなんですよ。どこに困っているのか、どういうふうな未来をその人は求めているのか、きちんとそれを汲んでですね、それに対応したサービスなり、商品なりを提供できるかどうかってことなんですよ。で、今回の動画のまとめになりますけども、だからこそビジネスをする人ってのは、商品持ってますかっていうのが大事なんですよ。お客様の問題を解決する商品を持っていますかと。その持っている商品の種類が増えてますかってことなんですよ。情報ビジネスだと、いわゆる人の悩みに対して情報で解決するわけですよね。だから、いろんな物知りでないといけないのは一つなんですけども、検索が得意でないといけないですよね。物知らなくてもぶっちゃけいいんですよ。オーダーが上がった瞬間にその方の問題を解決する、そういうふうな回答を持ってる人をこうやって検索でたどり着ければいい話なんでね。で、しまいにはね、自分で検索できますよってことを教えてあげればいいんですよ。私最近ね、麻生太郎事務所の電話番号を聞かれたことがあるんですよ。それから菅総理の事務所も電話番号を聞かれたことあるんですけども、検索すれば出てきますからね、すぐに。だから検索を自らするっていう発想がなかったり、検索するよりも時間がかかってもあの人に聞こうみたいな方がまだいらっしゃる限りはね、まだ情報ビジネスっていうのは十分お金になります。多分ね、これからもずっと情報ビジネスっていうのが残ると思います。永遠にです。そして、究極は情報ビジネスしかビジネスは残らないと思いますよね。考えてみれば、弁護士さんとかお医者さんっていうのは昔から情報ビジネスしていたんですよ。自分が得た知識、情報、経験ってものをずっとトークという形でね、お客様に提供してお金に変えてるわけじゃないですか。お医者さんだってそうですよ。お腹をこうやって触ったら、あ、これはこれに違いないっていうふうに病名が頭に浮かぶから、だから処方箋が作れたりとか、その後のね、診察ができるわけなんですよ。あれ、物知りだからできるわけですからね。あと、専門機器もそうですよね。機械の使い方がわかるから、医療機器の使い方がわかるから、それを使ってお客様に治療を施すことができるんですよ。いくらね、高額な医療機器を渡されたからといって、私たちでは手のつけようがないですよね。なんだ？なんだこれは。すいませんでした。もう、ちょっと手がつけられないですね。本当にね、動き出したら。ということでね、なんか YouTube が勝手にトークを始めたところで、
今回は終わっていきましょうかね。うん。だからまあ、商品がありますかってこと。そして、集客をしてますか、要するにアウトプットを発信をしてますかってこと。最後にセールスをしてますかって、この3点です。とにかくね、やらないのは発信をしないんですよね。発信をしない限り、どんな素晴らしい商品を持っていても、素晴らしいスペシャルトークがあっても、誰もいないところに喋るしかありませんからね。誰もいないところに商品を持っていくしかないんで、売れませんよ。だからね、私は圧倒的に足りないのが集客だと思います。集客するためには発信することなんですよ。集客しようと思ったら発信することですね。集客、発信、集客、発信です。発信をすればするほど集客になります。というような動画を撮ってる間に、今2件注文がありました。速稼塾の注文でございます。そういうことでございます。今日もね、セールス特にしてないんですけども、速稼塾が売れるというね、このマジカル。これはね、放送を続けてるからだと思いますよ。言ってみれば私ってのは、その店をね、こうやった YouTube 上にオープンしてるんですよ。YouTube を公開する、更新するってことは、私の店が開きましたよって言ってるのと一緒なんですよ。オープンしましたみたいなね。だから更新すればするほど、開きましたこっちも開きましたそっちも開きましたそっちも開きましたみたいな感じで、たくさんの店舗を、開けてることになります。1日に10個の動画を更新するってことは、10個のお店を経費ゼロで開いてるってことなんですよ。それは売り上げ伸びますよね。という部分もあります。基本的には私は、速稼塾の売り上げで暮らしてるわけではありませんので、売り上げが、その速稼塾の売り上げが全くなくてもいいわけなんですけども、でもね、やっぱりご購入いただくっていうのは一つの信用の表れだと思いますので、ありがたくね、販売させていただきます。本当に今日もご購入いただきましてありがとうございました。その信頼をね、損なわないようにこれからもしっかりと放送させていただきます。それではこれからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。